AKB48 さよなら毛利さん感想配信でいい？とちょっといいですか、一応なんか企画というか一応連動されたやつになっているので、この配信では先日放送された AKB48 さよなら毛利さんの感想や裏話をしていきたいと思います。もしまだ見てない方はぜひこの配信終わったら Hulu とか TVer で見逃し配信されているのでぜひ見てくださいと。毎週木曜日の24時59分から日本テレビさんで放送されています。まあ多分見てる方が多いのかなと。番組のハッシュタグはハッシュタグ AKB さよなら毛利さんでツイートしてください。でもなんか結構ツイートしてくださる方多いので見てます。はい。でこの配信を記念したプレゼント企画も実施いたします。本配信のランキング上位3名の方にはさよなら毛利さんのスタジオで撮影した撮り下ろしの集合写真を私のサインが入った台紙と一緒にプレゼントしたいと思います。最後までぜひ配信をご覧ください。ちょっと明日のお話し会とは全然関係ない配信になってしまうんですけど、普通の配信じゃないのでちょっとそれだけご注意ください。ということで私はさよなら毛利さんを見たいと思います。まだ一応見ないようにしてたんですよ、一応ね。でもさ、自分が何を使われてるか分かんないってことにしとこう。なんかいろいろ私の名前をつけてツイートしてくださる方もいると思うんですけど、知らない体でいきましょう。もう見たよ。いや、そう見てる前提なんですよ、皆さんが。そう見てる前提で話していきたいと思うんですけど、3回は見ました。おお。幼く見えるねっていうか、全然メイクしてないからだよ多分それは。時間合わせ？あ、今から見始めます。あれ何があるとか誰出てきたとか言いますよ、ちゃんと。あ、始まりました。そう、お名前お悩み相談会ということで先輩方と一緒にそうやったので、みんな微妙な反応してますね。あ、私が言っている。最初にね喋ってたよね。バラと星たくさんありがとうございます。猫ちゃんもありがとうございます。得意パンダさん、たけしさん、きんぽてさん、大吉さん、かつりんさん、こうきさん、ありがとうございます。ちょっと今はその発表の瞬間をの状況です。
今回の配信はなんかね、同期同士の話が多いかも。福田さんありがとうございます。そう、最初喋ってたね。のんちゃん、私はちょっと泣いてないんですけど、実はココも泣いてないよ。ココが泣いてた理由は違うみたいで、そう、まゆちゃんもめっちゃ泣いてたね、武道館の時。ひななさんがね、多分武道館の時は一番泣いてたんじゃないかな。千織さんいらっしゃいました。いや、私が泣いたとこ見たことないって言ってた。みんながオーディションに応募した理由を話していますね。のんちゃん泣いてました。泣いてましたね。1時間ぐらいかな、13時ぐらいまで。TVer で見てます。一番泣いてたの誰だろうね。ホテちゃんも泣いてたよ。みんなみんな割と。お代理さんが出てきました。一番泣いてたのひななさん。お、先輩が8人いらっしゃいました。壇上の並びはね、言われた並びですね。たくさんありがとうございます。なんかそうね、霜降り明星のお二人がすごい盛り上がって、そう、面白かったです。すごい盛り上げてくださって、すごい面白くて、本当にみんなで笑ってました。面白すぎて。そう、一番 MC のお三方に近い席でした。面白い。
あ、なんか飛んでた。よいしょ。何、そうそう、なんかそう、言い方ってだいぶ印象変わるじゃないですか。それで、そう、面白かった。そう、お話はできなかったんですよ。そう、でも面白かったです。同時配信ってさ、難しいよね。もうめちゃ見てます、今6、7分。こんにちは。お、ありがとうございます。なんかそう、一番最初に出演した時のやつですね。今どこら辺？ゆきちゃんがその一番最初のやつを話してる。初めてます。そう、ちょっと面白い。三輪車乗りましたっていう話してました。私三輪車乗った時に、あの MC の、あのところの目の前まで行ったんですよ。だからめっちゃすごい目合いましたね。こんにちは。番組の記憶となってる。そうね、そうですね。そう、一着でした、一番最初は。だから、のんちゃんね。そうなんですよ。初訪問の方、ありがとうございます。なんかね、今愛ちゃんの選抜入りの話をしてます。次。みんないい子って言われてる。でもさ、自分が喋ってた内容が合ってるかわからないからさ、いざそう、そう見た時さね、緊張。私が喋ってました。そうなんですよ。自分が喋ってることをさ、使われるとやっぱり嬉しいですよね。そうね。千 織さんがひたすらすごいおしゃ、その喋りが。すごい、なんだろう、聞いてて全部、なんだろうな、印象に残るような発言をされてるじゃないですか。だからすごいなってすごい思いました。1回の収録どんぐらいなんだろうね。でもそのめちゃくちゃ長いわけじゃないけど、でも体感はあっという間だけど、多分ちゃんと時間はパンパンパンって感じですね。トーク力。そうね、6本撮り。いやでも私たちが多分その、なんだろう、全体としては何本みたいな感じなんですけど、やっぱり出演する、出演しないがあるので、まあ多分1日のスケジュールで見たら、そう、そんな感じですね。数本撮りですね。
個の入ってよかったことがシンプル5本撮り。ああ。高校タイム。でも私前回その体調不良で出演できてなかったので、その久しぶりにその AKB48 さよなら森さん出演できたので嬉しかったですね。ね、コッコ結構笑うんですよ。そして結構喋るんですよね。コッコめっちゃ喋ってたよね今回。今ソララが喋ってますよ。ソララが喋ってました。ソララね、面白かったよね今回。知らんがな。え、でも私なんか結構、私はそのなんだろうね、のんちゃんが言ってた内容あるじゃないですか、柔軟気に対しての。それを私も、私そののんちゃん側なんですよ全然。そう、今15分ぐらい。こんにちは。ちょっと同時視聴配信すぎて、あのちょっとあたふたしてお使いしました。お使い頼まれましたね。まあでもなんか結構売ってるんですけど、なんかまゆちゃんにはなかったんだって。ゆきちゃんです。次はちょっともう脳が回ってないね。険悪な雰囲気になってる。ゆきちゃん、私はゆいりさんの写真集んです。
サイン書いていただいたので、それがロック画面です。こんにちは。そう、ロック画面本当にゆきちゃんなんですよ。みずみんのロック画面。でもお代理さんの話、なんかこの前お話し会の時に席がお二人と近かったんですけど、スマホの画面見せてお話ししてました、二人が。そう、私最近そんな喋ってないんですよ。なんかでもなんか言ってくるんです、エリちゃん。いや、エリちゃん、後で全部言いますね、お名前。たくさんありがとうございます、ギフト。いや、私そんなにこんな言い方してないんだけど、やばい。エリちゃんね、モノマネするの嫌だってずっと言ってた、ずっと言ってた。なんかその楽屋でも言ってたし、本番始まる前も言ってた。私のモノマネしてるので、ぜひよかったら見てください。多分似てないので、似てないけど。似てないんだけどね、残念ながら。ご本人はやりません。高校が恥ずかしそう。でもその次の回も多分面白いんですよね。エリちゃん、エリちゃん結構暴露されてるね。エリちゃん面白かった。あ、ちょっと CM 入っちゃった。 CM 入っちゃいましたが、まゆーちゃんとお出かけしたりしないの？ある気がする。あるある。次回の方が面白いかも、より。今回はその自分たち同士の話なんですけど、次回はそう、先輩方にそう質問もしたりする回なので。エリちゃん面白かった。エリちゃんが、収録の思い出なんだろうね。なんかのんちゃんが言ってた訴えあるじゃないですか。それ私もそののんちゃん側でなんですよ。全然私そんなマイペースの時もあるけど、言う側の時もあるんで、なんか私もめっちゃマイペースな人って思われてるんですけど、ちょっと違いますよっていうの。
そう、あ、さ、モーリーさんに写真撮っていただいて、今多分ツイッターに載っけてくださったと思います。ゆきちゃんとのツーショット、ゆきゆきです。緊張してなさそう。そうかな。そう、ゆきちゃんビリって言われてる。のんちゃん、この日はその急ぎすぎて前髪が全然あのなんかカクってなっちゃって、それがちょっとショックですね。そう、マイペースではないはず。終わっちゃった。いや、なんか私はマイペースっていうか、なんだろうね、気づいたらまあ、マイペースではない。ちょっと終わっちゃったね。終わっちゃったんですけど、さて、私はマイペースではないんですよ。マイペースではなくて、なんだろう、でもなんかこの日はなんだっけな、楽屋が2箇所に分かれてて5人5人だったんですけど、そうメイク行ったり戻ったりって感じでしたね。そう、何をベースにしてますか。普通に普通のペースで普通に話してるんですけど、なんでだろう。あ、そう、うん、いやでも私最近楽屋ではそんなにめちゃくちゃ喋ってるわけじゃないので、残念ながらそれは見れないんですけど、見れないんですけど、誰と一緒だったの、んちゃん、ほてちゃん、こっこ、あとでなんかね、ずっと楽屋に全員いたわけじゃなくて、なんか入れ替わり立ち替わりだったから、ゆきちゃんじゃないじゃん。あ、でも私たち4人だったね。コッコさんと話すの？もちろん話すよ、全然話しますよ、みんなと全然話すんですけど、隠しカメラ企画、確かになんか楽屋を監視とか楽しそう、面白いね、それはいいね、いいじゃないですか。あ、でも自分のペースではあるかもしれない、それは。あ、でもなんか喋ってた方が手動くっていう時もある、正直ね、正直な話をしますと。そうね、難しくない？なんか、でもエンジンしてる時にリップ塗ってたのは多分ゆきちゃんだと思う。なんか12月28日かなの出場限定公演の時に、そう、なんかやった気がする。そう、なんかゆきちゃんマイペースなんですよ、だいぶ。なんか一緒に被った公演がまだ初めて、あの時が初めてだったんですけど、そう、平田さんマイペースです、めっちゃ。なんか本人的にはもうあんま急いでるよ、そびりは見えたんですけど、でもなんかめちゃくちゃ早かったわけじゃないから
遅かったよって言いたい。そうね、だから公演の時はまあなるべくは急いでるんですけど、衣装着るの遅くて、あ、私この前昼公演の時にめっちゃ間の着替えが早かったんですよ。でもなんかじゃ夜公演になったら遅くなっちゃって、私遅くないっていう話をしてた、衣装さんに。遅くないですか私昼よりっていう話になって、そう焦ってた。なんか靴下履いたり脱いだりするって結構時間かかって、もうフェイントの衣装とかいろいろつけるものが多いんですけど、手袋とかそういう小物系で、なんか結構あの衣装可愛いんですけど、多分着る時間的には一番かかるんじゃない。ちょっと待って、メイクポーチって思います。そうだから、その何だろう、マジックテープになってたりするんですけど、だるい感じのやつとか、あのマジックテープ剥がれてた時とか、なんかね、靴下は今でした。ハイソックスなんですけど、ハイソックスよりいいんですけど、衣装トラブルまだない。前座の時にありましたよ。前座の時に焦ったことはあるけど、今のところないかな、わからないけど。でもなんかそのフェイントの帽子の向きが逆だったことはある。前靴下左右で、おお、なんかさ地味にあるよね、そういう細かいところ。やっぱ難しいんですよ、早着替えって結構焦るんですよ。だから頑張って着替えてるんで、お、何？お、お、なんだっけ、なんだっけ、なんでしたっけ、あの、なんか、あ、いい感じに優しい目で見てください皆さん。みんなは頑張っているので、多めに見るで。ふとした時にさ、やっぱ感じて忘れちゃうじゃん。ふとした、あ、そ、最初重ね履きはしてないですよ。あの、私は春が来るまでっていうユニットをさせていただいてるので、あの春が来るまで裸足なんですよ。だからなんかそういうことできないんですよね。だからその靴下脱ぐ時とかあるんで、やっぱりそれの後は急い、まあなるべく早いんですけど、ちょっとねやっぱり慣れてかないと、やっぱり衣装の早着替えって難しくて、靴脱ぐと、靴下のサンダルなので裸足で、裸足って言ってもあのサンダルなんですよ、靴下履いてないって意味なんですけど、そのその重ね着も大変だと思うんですけど、やっぱり全部変えるっていうのも大変で、そう間1曲しかなくて、私たちユニットの時は。こんにちは、初めて見に来ました。やった、重ね着はやっぱり暑いですよ。だるい感じのからだるい感じ、ミスターキスマン、君が教えてくれたビンゴのあの間の4曲がその重ね着してるんですけど、そうなんかその曲の半分ぐらいで着替えなきゃいけないのと、そう大変ですね。素人賞は誰、いろんな先輩方のを着させていただいてます、着用してます。ユニット2曲だから、そのねやっぱり早着替えも考えてやんなきゃいけないので、おーなんかたくさん来た、ありがとうございます。かわいい、こんな近づいちゃった。ちょっと一旦ギフト言ってくれ、今日送ってくれた人よ、もこうきさん、おうさん、なんか流れちゃってるかも、きつねさん、たけしさん、やんちゃんさん、ゆうきさん、ひとくいパンダさん、
くさんありがとうございます。大輔さん、ひろきさん、ケロさん、紳士の羊さん、ケンゴさん、ありがとうございます。のぶたさん、漢字が読めないかも、漢字が読めない。ちょっとさんまさん、難しい漢字はちょっと読むのを躊躇してしまう。さすがに間違えられない。だから衣装の早着替えはやっぱり慣れが必要なので、みんな頑張ってますね。16人、予備はね多分1、2着しかないですよ。予備は置いてないです。違うところに多分あります。そうなんですよ。そう、難しいんですよ早着替えって。やっぱり先輩方の公演の時とか、なんかすごい袖で見させて、見させていただいてる時とか、一瞬で着替えて戻ってくるじゃないですか。おーってなってます、一人で。そう、声出しが始まるのでね、楽しみです。ココとか多分早着替えしたことないのかもしれない。なんか私は初日が11月とかかなだったんですけど、早着替えしたことなくて。そう、ユニット曲の衣装って1着しかないんですけど、替えがないので、やっぱりやったことなくて、そのリハーサルの時に初めて早着替えして、そう焦りましたね。いけるかなと思ったけど全然大丈夫でした。衣装さんがすごい助けてくださいました。私は来月誕生日ですね。そうです。だけどまあまあまあ、だから私はちゃんと 全曲合わせたのは初日の日は初日の日だけでした。ぜひさよならもりさん見てください。まあそれもそう、裏話でしょ。なんかこの日楽屋の前の廊下でゆうりさんになんかトントンってさせてくださいました。すごい、なんかすごいどうでもいい報告なんですけど、あとなんか私たちの次、あでもこれはダメか、そう違う先輩方が来てらっしゃったんですよ。それですごいなんかお話できましたね。誰とは言えませんけど、ちょっと危ないところだった。もう一回ラジオみたいな感じでします。ありがとうございます。面白かった、優しかったですね。そうか、なんかそうそういう話もありまして、先輩方と一緒にお仕事する機会があんまりないので嬉しかったですね。そう、予言はしません。ソララの知らんかな。面白いよね、面白いよね。ソララ、ソララはね、なんか喋ってるとなんか、あそう、本なんかいろいろ話すんですよ。ソララともやっぱり連絡取り合ってて面白いですね。そうですね、面白い。収録の時より前髪が伸びてまして、もうなんかもう長いです。リアルお話し会は下尾美優さんと倉野成美さんと平田由紀です。4人です。ソララと一緒にドッグラン行けるね。確かにソララも結構マシンガントークではありますね、やっぱり。そうですね、うん、ありがとうございます。マサさん毒舌キャラだ、まあ毒舌キャラ、待って、リップちょっと先読めなくなっちゃった。
サララは見た目よりサバサバですね。私もサバサバなのでなんか一緒の感じですね。そう、そうですね。だから面白いですよ、話してて。だからなんだろう、お話し会とかってやっぱりさ、その話題を提供してくださって話してることが多いから、なんだろう、素ではあるけど素ではないみたいな、あんちゃん、そうありますよ。だから面白いですよね。ショーン本日は波動ですね。みんな頑張ってますよ。みずみか、そうサバサバ。なんかね、ソララの方がなんか人見知りではないけどって感じかな。みずみはサバサバじゃないと思うよ、あれは。みずみは割とね、あんまあんまないような気もする。ね、みずみは赤いし、違います。そうではあるけど、違います。そうね、難しい。みずみんは甘えん坊ではあるかな。なんか見た目のイメージよりかはって感じかも。ツンツンではある、ツンデレって感じ。のんちゃんはなんか時と場合によるかな。そう、みんなの前だとみたいな時もあれば、めっちゃ喋る時もあるし、そう面白いですよ。お話し会初めてでも話がつく。でもなんかさ、うん、そう言われることがあるかも。みんなおしゃべりなので、ぜひみんな会いに来てください。まあなんかめっちゃ話脱線してるようで、一応楽屋の話なんですけど、そうなんだろう、あれだ、先日からショールームにて番組と連動したエピソード動画も公開されてるので、ぜひこのショールーム見た後に見てください。そう、見てほしい。そうでもこの後半の話だと先輩方に質問って感じになってるので、なんだろうな、新鮮。なんかやっぱりお話しする機会が多少あってもなんかご相談したりとかあんまりする機会はないので、新鮮ではあるのかな。だからみんながそう先輩方とお話ししてる姿をまあちょっと見れるみたいな感じ。楽屋ではね、楽屋は別でした。でもそのメイク、ヘアメイクさんいらっしゃる部屋は、そうあの先輩方とやっぱり一緒なのでお会いする機会はあって、そうって感じでしたね。ゆきりんさんにどんな質問を私たちは投げかけたのでしょうかって感じですね。そう、いや難しいですよ本当に。面白かったんですよ本当にね。なんか自分たちが予想、質問してさ答えが返ってくることってそんなに、話しててもさあんまり質問する機会はないので、面白かった、新鮮でした。そうそう、なんかその顔面の方を褒めてくださって嬉しかったです。いつも 何回やっても先輩方の顔を見ると一人で感動してるんですよ。そうなのに、でもなんか結構私喋ったことを使っていただいてたのですごい嬉しかった。なんかやっぱりなんだろう、自分が話したことが合ってるかってやっぱりバラエティの方だと分からないので、そう、そうね、嬉しかったです。でもちょっと前髪が面白かったね、浮いてた。そう嬉しかったです。武道館の映像も一瞬使われていました。そう面白かったです。
茂木さんと、あ、そう、私お話したことあって、そこの前の公演でのんちゃんが頑張って話しかけてお写真を撮っていただいたっていう話があったじゃないですか。私はしれっとその時に撮っていただきまして、そう、茂木さんのツイッターに載っていたと思うんですけど、そう、何の、なんか撮ってくださりました。嬉しかった。でもトムさんともお写真撮っていただきました。え、何割ぐらい使われてたの？でも結構使っていただけた印象です。なんか自分がめちゃくちゃそう話すタイプじゃないので、話すタイプじゃない、その前回の収録はいなかったんですけど、前々回なんだろう、自分が話したことが不発だったような印象もあったので、そう、一番話したことない、あ、ゆりさんですかね。あ、そう、のんちゃんは、そうですね、そう、送っといてって言われて私が渡しました、のんちゃん、のんちゃんとソロだね。すごいね、マサちゃん、もう交換したんだ。でもゆりさんと、ああ、そうね、聞いて、あとね、5日、あと6日、まだ食べてないっていうね、じゃがりこそろそろ食べなきゃ。したいらしいよ。誰が？ああ、そういうことね。腐りません全然。なんかこれはロングデラージらしい。そう、ちょっと食べれなくてもったいなくて。もったいなくて食べれませんでした。じゃがりこはね、なんかめっちゃ長いわけじゃないので。喋りの部署がありやすい。あー、なるほど。一生、いや、なんか一生残すのはあの蓋です。蓋は綺麗に洗って残そうかなみたいな感じです。そうね蓋ですとか言って、そう、でも次回も出てくるので、ぜひ次回も見ていただけると嬉しいです。 AKB48 さよなら森さん、なんかね、でも気になってたことを聞けたっていうのはある。でもなんかそれ聞くみたいなのもあった気がする。でもさ、私漢字が読めないんですけど、漢字ひらがなでお名前を、漢字じゃなくてひらがなで、あの、あのお名前いただいてもいいですか。あの今うさぎちゃんを送ってくれた方、踏み込んだな、なんか踏み込んだなっていうか、なんかそれ聞くんみたいなのもあったけど、それが使われてるかはわからないので、そう、面白いですよ。なんかそのやっぱり質問の、なんか視点って結構違うじゃないですか。コクくんさん、コクくんさんですか。あ、イチェさん、ありがとうございます。そう、カットされてなかったらね。コウさん、コウさん、ありがとうございます。なんか面白いので、ぜひそういうところも注目していただけたらなと思います。そう、王さんもありがとうございます。なんか芋虫たくさんだねディレクターさん全部使ってます。芋虫ギャーではないんですよ、私別に。TVer で、 TVer で見てください。ぜひ TVer か Hulu で見れるので、気になる方は、そう、私たちのなんか私のモノマネとかあるので、エリちゃん
気になる方はぜひ見てくださいって感じですね。今回は今気づいたら慌てた。それは面白かったってことにしましょう。あ、皆さんお仕事も頑張ってください。Hulu で見ました。おお、リアタイした。お、過去の回から見てます。おおー、ありがとうございます。でも前回出演したのが私は多分夏の収録だったので、なんかそう全然違うかも。初期の頃より全然変わったので面白いなと。自分の成長もそう何回か出演させていただけることによって気づけるのでちょっと面白かった。そんな感じですかね。次回も見てくださると嬉しいです。そう、これはよいしょ、待ってね。次ランキング変わったら読もうかな。でも変わったかな今。普通のショールームも、まあ、またやりますので、もう少々お待ちください。なんかさ、私予告の時に多分一回も映ってなくて多分私いるかなみたいな人もいたと思うんですけど、全然いましたので、邪魔。そんな感じでぜひ今回の AKB48 さよならモーリーさんの感想とか面白かったよとかいう方は明日のお話し会で言ってくださっても全然嬉しいですし、ツイートしてくださっても嬉しいので。コウさん、コウくんさん、ありがとうございます。ぜひ見てくださいということで、そんな感じで次ランキング変わったら読もうかな。スクショタイム。はい、なんかそう予告は私いなかったんですよね。だって明日って私お話し会昼から昼過ぎからだよ。早くないです。多分前髪長いんですけど、今日ね朝7時に目覚めたんですよ。まあ、毎日そんぐらいに、まあ、起きてるんですけど、そうなんですよね。今日はウサギが多かった。この辺はこれ沈まないと無理。今日全然アイシャドウ塗ってない。なんかほぼ色ない、白っぽくなってるか、まつげやってないからか。ということでありがとうございました。皆様順位変わった？私は見てないか。本当に変わった？変わりましたか？いちごだ。お、変わったのでは。ん？うさぎ？うさぎ方は？あ、そっか、たくさん送ってくださいましたもんね。なんかさ、そう、どう、うん、脳内が回ってなすぎて今薄着かける10個。でもね、ちょっと待ってください。明日はねいつもと全然違うので、待ってください。
いらないスポンジで拭いてます。うさぎさんがたくさん。もうさ、終わった後に拭けばいいんですけど。なんか初見です、ありがとうございます。でもさ、こんなこと書いてたらまたランキング変わっちゃうじゃないですか。でもその最後までやったやっとからじゃないとね、ダメじゃないと。で漢字が詐欺ですよね。そう、全員揃ってるさよなら毛利さんってないんですよ実は。実はなくてですね、だからまた全員で出演させていただきたいなと思っています。ぜひお願いします。でもフェスにはそう出演させていただけてるので、よいしょ。じゃあ、今変わったんだっけ。気持ち悪いぞこのうさぎさん、なんか変な顔してる。私の前髪はどのくらい薄くなったの。確かにね、薄くなってるかも。え、でもなんか、これでどうかな。なんかさ、割とシンプルになった気がするんですけど、ちょっと私は頑張ったよよ。すいませんね、ちょっとあのグダグダで今回も申し訳なかった。普通にショールームするのでまたその時にお願いします。こうくんさん、うさぎタワーありがとうございます。お、明日来てくださるのかな。ありがとうございます。予言はしません私。ぜひスクショしてくれたら嬉しいな。明日はお願いします皆様。ということで、そろそろランキングが変わると思うのでランキングを読んでいきたいと思うんですけど、こちらは AKB48 さよなら毛利さん、同時視聴配信感想配信となっていますので、上位3名の方にはバナナくださってありがとうございます。お名前はお変え変更なさらないようにお願いしますということで、来週以降も木曜24時59分は日本テレビ AKB48 さよなら毛利さんをぜひ視聴してください。ありがとうございました。バイバーイ。